ちは、なすいです。今日の動画は What's in my bag ということで、僕の普段のカバンの中を紹介していきたいと思います。最近は秋冬でこのレザーのバッグを使ってます。まず一つ目から紹介していきます。まずじゃあ財布、これは普段カバンに入れてる時と、あとまあ大体ウォレットチェーンでポケットに入れてることが多いんですけど、ウォレットチェーンをつけない日はカバンに入れてます。こんな感じで、アートブラウンっていう福岡のブランドで、これ確かいくらぐらいだ、1万円ぐらいでちゃんと手作りのレザーの折りたたみの財布です。ここマネークリップになってて便利です。カードも1,2,3,4,5 5箇所ポケットがあって、でこっちに小銭も入れれます。だいたいこれで1年経たないぐらい、結構色が出てきました。いい感じで、メイドインジャパンでこの色すごいおすすめです。次がこれかな、日焼け止め。最近は日焼け止めを結構塗るようにしてて、でもなんかカバンには入れてるけど、あんまり外で塗り直すことはない、家で塗って出て終わりっていうのが多いけど、でもなんか日焼け止めはちゃんと塗り直した方がいいらしいので、まあ、持ち歩いてるけど外で塗り直すことはほんとたまにしかないです。で、もともとなんかスキンアクアっていうやつを使ってたんですけど、最近顔用をこれに変えて保湿力がすごくてお気に入りです。じゃあ次はこれ手袋ですね。最近は寒いので手袋も入れてます。でこれスキューシーの手袋で古着屋で買いました。めちゃくちゃあったかい。レザーの手袋は1個持ってたら冬すごい使えますね。かっこいいしお気に入りです。ここにスキューシーのマーク。あと最近よく自転車に乗ってるので、自転車こぐ時はだいたいつけてて、で、まあ、室内に入ったら外してカバンの中に入れておくっていうことが多いです。じゃあ次はこれかな、 AirPods。 これもカバンに入れてるかズボンにかけてるかどっちかなんですけど、まあ、だいたいいつも持ち歩いてます。最近ヘッドホンも買ったんですけど、まあやっぱり AirPods とかイヤホンの方が便利なんで、普段使いするのはやっぱほぼ毎日こいつですね。でたまにヘッドホンつけて外出したりとか、まあ部屋で聞いたりとかしてます。じゃあ次はこれかな、もう結構汚れちゃってるけど、ジェントルモンスターのサングラス。これもコーデ紹介で紹介したことあると思うんですけど、韓国に行った時にインチョン空港の免税店で買いました。結構なんかちょっとここが尖ってるけど、なんか意外とあんまり奇抜じゃないやつを買いましたね。結構普段使いしやすいようにこれにしました。じゃあ次いきます。結構これも入ってるかな、これは Amazon で箱買いしてるんですけど、なんか最近自動販売機とかで買うのがちょっと高いなと思って、でこれを Amazon で買って玄関の前に置いてるんですけど、いつも外に出かけるときに取ってカバンに入れて行ってます。おいお茶です。ラベルレスも捨てるときにこう剥がさなくていいから便利です。と次がそう、最近結構デジカメを持っていくことが多くて、このデジカメです。これはカシオの EX リムってやつ使ってます。画質はこんな感じかな。なんかもともとコダックスのデジカメも持ってたんですけど、外で落としちゃって、まあ、使えるんですけど画面がつんなくなったので、最近はずっとこっちを使ってます。でこれとセットで持ち歩いてるのが USB。 最近 iPhone を 15Pro に変えて USB-C 対応したので、これの USB-C の変換のやつと、あと SD カードを読み込む用の USB スロットをこの中に入れて持ち歩いてます。デジカメを SD カードをこの中に入れて、でそのまま iPhone に挿してその場でデータ化する。もともと iPhone USB-C じゃない時は MacBook とかに
と挿して、まあ、エアドロップでデータ化してたんですけど、それなんか家に帰ってからしないといけないので、まあ、iPad がない時とか Mac が外にない時は家でしないといけないので、なんか友達と遊んだ時とかすぐ友達にエアドロップでデータ渡したい時とか結構便利です。まあ、USB-C になって嬉しいのはそれくらいかな、今のところは。まあ、こういうのを入れてます。これをセットで持ち歩くことが多いですね。で、次はモバイルバッテリーです。これ最近買い替えたんですけど、結構なんかガジェット新しいの調べたりするのが好きで、これ CIO っていう日本のメーカーなんですけど、まあ、多分これ映ってるかわかんないけど、ここ押したら充電のバッテリー表示ができて、で USB の端子が3つあって、でこの薄さで1万ミリアンペアです。もともと5000ミリアンペアのバッテリーを結構使ってたんですけど、これはまあ置いても充電できるやつで、まあほぼ大きさ変わんないんですよ、まあ、ちょっと分厚くなったぐらいで。で他のモバイルバッテリーとかめっちゃ分厚い、1万ミリだと分厚いやつが多いんですけど、これはすごい薄くて最近ゲットしました。で出力も35ワットまで出力できるので、なんかまあ iPad とか、まあ、最悪 MacBook Air も充電できます、ここに挿したら。で iPhone はだいたい2回くらいかな充電できます。だからこのサイズのやつを入れておくともう安心って感じです、外に出かけるときは。とあとは結構コンタクトつけてて目が乾燥するので目薬を持ち歩いてます。あとはリップ、リップは冬だけじゃなくて夏もほぼ毎日使うんですけど、ずっと持ってます。でこれ韓国のリップなんですけど、もともとニベアのリップを使ってて、このディープモイスチャーってやつ、こいつを使ってたんですけど、韓国に行った時にこれがちょうどなくなって、でなんかコンビニで適当に買ったこのリップがすごい良くて、で結構なんかお土産でみんなに配ったりとか、あとこの前韓国に行った時に買い足して、今これ4本目とかです。こればっかり使ってます最近は。まあ、合う合わないはあると思うけど、僕の口にはすごい合いました。これがお気に入りです。って感じかな。まあ、あとは iPhone と、あとあれだ。この、今使ってる三脚。これ。これもよくカバンの中に入ってます。YouTube、外で撮るときとかは絶対入ってます。どこか置けないか。これなんですけど、分解できて3本に。で、インスタ360っていう会社の自撮り棒、伸びる棒と、あと、フランジっていう会社の三脚とスマホホルダーのセットです。こうやったらミニサイズでも使えるんですけど、これを広げて、こんな感じ。で、これを間に挟むと、こんな感じで、長さを出せるっていう。結構長くなります。だいたい150センチぐらいかな。で結構コンパクトだし、なんか分解してだいたいいつもカバンの中に入れてます。まあ、こんな感じかな。こんな感じです。僕のカバンの中身は。だいたいいつも冬はまあリップと手袋は絶対入ってて、夏はもうポケットだけとかカバンを持ち歩かないことも多いですね。まああとこの前紹介したディーゼルのバッグ、コーデ紹介で紹介したディーゼルのバッグで過ごすことが多いですね。ちっちゃめのバッグが夏は多いです。まあ冬はプラス手袋とかが多いですね。こんな感じです。僕のカバンの中身紹介は。じゃあここまで、最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。じゃあまたね、バイバイ。